駅南側一番出入り口モノレール車内より望む、栄町周辺栄町駅は、千葉県千葉市中央区栄町にある、千葉都市モノレール1号線の駅である。駅番号は、CM16。かつては、旧千葉駅と千葉県庁舎をはじめとする館長街を、結ぶ中間にあたり、付近には、旧京成千葉駅もあったことから関東有数の、繁華街であったが、 戦災後の都市計画により、国鉄、京成の駅がそれぞれ現在地に移転し、両駅に近い富士見が繁華街の性質を持つようになり、当駅周辺の栄町は、歓楽街の店が中心となっている。島式ホーム一面二線を持つ、高架駅。駅員無配置。2019年度の1日平均乗車人員は277人で、ある。 千葉都市モノレールの駅では18駅中西海で17位の動物公園駅の1、3程度である。千葉市の主要駅である千葉駅、京成千葉駅から徒歩約7分、東千葉駅南口から徒歩約5分程度であるため、中心市街地にある立地にもかかわらず利用は極めて少ないのが特徴である。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り、 千葉市民会館駅の真下を足川が流れる。周辺は関東屈指の歓楽街となっており、風俗店などが軒を連ねる区画もある。また、栄町地区は、韓国料理店が軒を連ねる一種のコリアタウンが形成されている。近隣の千葉市民会館の位置には、1963年まで国鉄千葉駅があったため、駐車場入り口に、ここに、 千葉駅ありきと刻んだ石碑が立っている。市民開館前交差点から、南東側に、千葉県道4 5号と千葉停車場線が走り、南側には、栄町大通り商店街が、千葉市中央公園まで伸びている。当駅一番出入り口方面。栄町金目町院内千葉神社あたり駅2.3番出入り口方面。富士三丁目千葉駅前大通り。 ありがとうございます。